たと旅に出てきたの。流れるアナウンスは京都、緩やかにドアが開いた。2年かかまいちる小雪にときめきが乱れそうです。風車、恋車、揺らさんといて、この人が誰よりも好きなんです。迷い坂離さんといて、娘から女へとニュース一つ起こしそうな脆い動物です。横顔見てると確かめてみたくなります。三河の地の思い出の音に二人の名を映し止めます。夢もよ恋もよ壊さんといて、この恋はもう誰にも渡せません。迷い坂離さんといて、娘から女へとおさん弾けそうな脆い心です。風車、恋車、揺らさんといて、この人が誰よりも好きなんです。迷い坂離さんといて、娘から女へとニュース一つ起こしそうな脆い午後です。